皆様こんにちは。時間になりましたので、東京外国語大学連続セミナー、ブラックライフスマター運動から学ぶこと、多文化共生、サスティナビリティについて考えるためにを開始いたします。セミナーにご参加いただきどうもありがとうございます。私は本日司会進行を務めます東京外国語大学現代アフリカ地域研究センターの竹内と申します。どうぞよろしくお願いいたします。この連続セミナーは、東京外国語大学の教員、職員が、ブラックライフスマター運動を、私たち自身にとって非常に重要な動きだと考え、何かできないかを模索する中で生まれた企画です。本日はその第1回目として、本学名誉教授の荒久野美先生を講師にお招きし、アメリカの黒人とは、文学を通して考える、と題して、お話しいただきます。ご講演の後、短い休憩を挟んで本学教授の沼野京子先生からコメントをいただきます。その後、参加者の皆様との質疑応答へと進んでまいります。講演に先立ちまして、本学の中山俊秀副学長よりセミナーの趣旨について一言ご説明申し上げます。中山先生、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。東京外国語大学研究担当副学長の中山俊秀です。今回、この連続セミナーは、本学における多文化共生研究活動の一環として企画されました。東京外国語大学では、従来から多言語多文化社会の理解が研究教育活動の重要な軸でしたけれども、現在進めているアクションプランでは、多文化共生への寄与というのを中心的なテーマに据え、さまざまな活動を進めています。今回の連続セミナーでは、研究面での多文化共生活動を作っていく多文化共生研究創生ワーキンググループが立案し、開催していきます。このセミナーでは、月1回のペースで、今その重大さを増している運動であるブラックライフスマター、BLM に注目し、さまざまな面に焦点を当てて、その社会的、政治的な意味を考えていきます。シリーズにを貫くテーマとしては、BLM を中心に据えていきますけれども、ここで目指しているのは、BLM を単に教養として知る、理解するということだけではありません。 BLM が浮き上がらせている問題というのは、人種差別的な思想や態度を持った人々の行動といった単純な問題にとどまらず、格差であるとか、移民、経済社会的な地位の没落であるとか、グローバル化した複雑な現代社会の問題が多層的に絡んで形成されています。 BLM を生み出している歴史、社会、経済的な諸問題の連関を掘り下げながら、何が一体差別的な構造を生み出しているのか、何が人を差別的な行動に駆り立てるのか、でなぜそれを変えようとすることが難しいのかといった問題を考えていきたいと思います。またより重要なことは、その BLM 運動が提起している問題というのが、アメリカ社会におけるブラックの人たちだけの問題ではないということです。差別、格差、移民などは日本の社会の問題でもあります。そして差別の意識というのは、認めたくなくとも我々の日常にも、我々自身の中にも潜んでいます。そうした自分たちの社会、自分たちの中にある差別、それをも考える機会として、このセミナーを生かしていきたいと考え、企画してきました。そういう意味で、BLM をブラックの問題、アメリカ社会の問題、つまり他の人の問題というふうに捉えるのではなく、自分事として理解して考える機会としていきたいと思っています。で、このシリーズ、今回を皮切りとして、何回か続けていきますので、どうかよろしくお願いいたします。中山副学長、どうもありがとうございました。
ここでセミナー進行にあたっての注意事項を申し上げます。講演後の質疑応答は Q&A 機能を使って行います。この機能は画面の下にありますので、そちらからお送りください。講演の途中に送っていただいても構いません。なお、質問を送る際、ご自身のお名前がきちんと表記されていることをご確認ください。また、講演の録画録音撮影はご遠慮ください。後日、大学のホームページに本日のセミナーの動画を掲載する予定です。それでは、早速、荒先生のご講演へとプログラムを進めてまいります。荒頼美先生は、本学で長く教鞭を取られましたが、アメリカ文学、特にその黒人文学をご専門として、多数のご著書や翻訳を出版されてきました。ご著書として、黒人のアメリカ誕生の物語、筑摩新書、1997年や、マルコム X 人権への戦い、岩波新書、2009年などがあります。また、大きなお仕事として、2015年から16年にかけて、マーガレット・ミッチェルの風と共に去りぬを翻訳し、岩波文庫から全6巻を刊行されました。BLM 運動についての連続セミナーを企画したとき、ぜひとも第1回は荒先生にお話しいただきたいと考えました。本日はそれが実現したことを大変嬉しく感激しております。それでは荒先生、どうぞよろしくお願いいたします。ご紹介どうもありがとうございました。皆様こんにちは、荒好みでございます。私はアメリカ文学、文化を勉強してまいりました。今日は今年度連続5回のセミナーの第1回ということで、まずブラック・ライブズ・マター BLM 運動から考えるということですけれども、そのブラック・ライブズ・マターというのは一体どういうことであるのか、これをどう翻訳していいのかといろいろと、世間では、悩んだりしたりしてましたけれども、私は一応これを黒人の命は大切というふうに訳しております。というのも、このブラック・ライブズ・マターの運動を始めた3人の若い女性、30代前後のカリフォルニア州とアリゾナ州に住む方々が始めた運動なんですけれども、その中の一人が、私はいつも考えびっくりしているんだけれども、なんで黒人の命はこんなに軽んじられているのだろうか、黒人の命は大切なんだけれども、こう軽くつぶやいたというか、もうそういうふうな雰囲気で、このブラック・ライブズ・マターという言葉が使われるようになったんですね。で、彼女の友達の一人がこれをハッシュタグブラック・ライブズ・マターという脳に立ち上げて、それで非常にアメリカ国内のみならず、今年度は全世界に伝播していった運動になってって言ったわけです。それにはおそらく、今年コロナで私たちはコロナ戦争に、見舞われてしまっています。で、私は戦後ギリギリの戦後生まれなんですけれども、まさか自分がその戦争というものを体験することはないと、思っておりましたけれども、このコロナ戦争という、とんでもないところから戦争状況というか社会の変革を強いられる状況が起きてきたと思うんですね。で、このブラック・ライブズ・マターという運動もなぜ世界に伝播していったのかということは、やはりこのコロナの状況が全世界的に今影響を与えている、それと強く関わっているんじゃないかなと思います。で、この今年度ブラック・ライブズ・マターの運動が非常に盛んになりましたけれども、これは7年前にこのブラック・ライブズ・マターハッシュタグは2013年に立ち上げられておりまして、必ずしも今に始まったことではなかったんです。で、今配布資料を見ながらその順番に話していきたいと思ってるんですけれども、そこでブラック・ライブズ・マター2013年にこれハッシュタグが立ち上げられた、2012年の黒人少年が受刑団員に銃殺されてしまったという、で、その結果犯人は無罪判決になったという理不尽なその出来事があって、そして
いつも思い続けているんだけれども、いかに軽んじられているのか、黒人の命というものが、黒人の命は大切なんだけれども、という一声、で、まあ、展開していくわけですね。で、じゃあ黒人のこういった差別撤廃運動というか、黒人運動というものがブラック・ライブズ・マターで、今アメリカに始まったということではなくて、過去もずっと、黒人の差別撤廃運動、黒人運動というのは続けられているんですね、いろいろな形で。でそれは19世紀の半ば、1863年に、リンカーンが奴隷解放令を出しました。で65年に南北戦争が終わりました。でその後憲法が修正されて、アメリカの奴隷という存在はなくなり、みんなアメリカの市民に一応なったんですね。これを憲法修正第13条、第14条、第15条でアメリカの市民になっていった。ところが憲法ではそう保障されたにもかかわらず、アメリカは州政府が強い権限を持っているところですから、例えば結婚法であるとか、そういった日常生活に関わる法律というものをどんどん変えることができるわけなんです。で特に南部の諸州で、ジムクロー法という、ジムクローというのは黒人を表す言葉なんですけども、ジムクロー法と呼ばれる法律がどんどんできていって、結局選挙権も行使できなくなる。でそのような状況がなんと100年続くわけなんです。で100年後の1964年に初めて公民権法、1965年に選挙法というのができて、ようやく一応法律では黒人もアメリカ市民になっていくんですね。でそれはもう少し後でまた話しますけれども、そういった状況で一応市民、今から、60年前には市民になっていったということではあるのですが、だからといって全くアメリカの市民に本当になったのかというのは、私がここでタイトルにアメリカの黒人と鍵カッコ付きで、いつも私は鍵カッコ付きで書くんですけれども、アメリカの黒人というのは、例えばアフリカに住むケニア人であるとかナイジェリア人であるとか、そういった人とは違う存在なんですね。でこれは歴史的にやはり奴隷制度が1865年まで続いたということと関わってくるんですけれども、アメリカの黒人、肌の黒い人が黒人かというとそうではないんですね。アメリカの黒人の場合は、アメリカの黒人の場合は肌の色が本当に白くて、私より肌の色が白いような人でも一滴の黒人の血が入っていれば先祖の中に彼らは黒人というふうに分類されてきて、さまざまな社会的不便、いろいろな差別を受けてきている。で1965年に公民権法が成立したとはいえ、そういった、構造的差別といいますか、精神的差別、構造的差別というのはやはりアメリカ国民の中に、ずっと続いてあるんですね。でそれでこういったブラック・ライブズ・マターという運動も起きるというのは、これは今この資料に挙げたのは特に警察暴力によってで黒人が犯人扱いされ、それで撲殺されていくという、そういう例をいくつか出しておりますけど、これは本当に事実なんですね。どこでも警察は黒人と見ると暴力を振るう傾向がありますね。ですからアメリカに住む黒人たちは夜一人で黒人の男が車を運転したりすると、すぐ警官に呼び止められてしまうというような、そういう体験をしている人がほとんどだと思います。でこのブラックライブズマターというのが今年度注目を浴びましたけれども、それではこれまでどういうような運動がなされてきたのか、特に20世紀のその公民権法が成立するまでの時代には、ここに NAACP と書きましたけど、アメリカ有色人種向上協会
ナショナルアソシエーションオブアメリカンカラードピーポーというんですが、アメリカ有色人種向上協会、これは1909年に設立されていて、こういったような組織が割と中心になって、差別撤廃、人種差別撤廃運動というものがなされてきました。でもこれは、白人が立ち上げた組織なんですね。その中に2人、そこに書いておきましたけど、 W.E.B. デュボイスという人と Ida B. Wells、 彼女はリンチの問題を特に取り上げた女性のアメリカの黒人なんですけど、その2人は創立メンバーに入っておりましたけれども、まあ、白人が、設立した工場協会であったわけです。で、今その次に挙げているのが黒人運動指導者たちですが、今から写真を見せしますけれども、ブッカー・T・ワシントン、彼は1856年生まれということからも分かるように、元は奴隷だったんですね。アップフロムスレイバリー、奴隷より身を起こしてという自伝的な本を残していますけれども、彼がまず黒人の生活向上のためには何をしたらいいか、それにはやはり黒人が手に職を持たなければいけないというわけで、実業学校を作るように白人に語りかけて、彼らからお金を引き出して、そして黒人たちに教育を与え、自分たちで経済的に自立していくような、そういうような運動をします。ですけれども、まだこの時代は1915年までなんですけれども、この時代はブッカー・T・ワシントンの時代は白人と黒人が同等になるということはなかったんですね。社会的平等というのを求めない、それを彼は5本の指というふうにして例えていますけど、アメリカ合衆国を成しているのは5本の指のこの手のひらの部分、この基礎の部分はアメリカには白人も黒人もいて一緒になってそのアメリカ国家を作り上げているんだけど、あと日常生活のレベルでは5本の指のように離れていて、だからホテルも、旅館も、電車も、レストランも、待合室も、そういうところでは全部バラバラ、黒人の待合室、白人の待合室というのができていったわけなんです。で、それで構わないんだというふうな、まあ、その時代ですから、やはりその程度のやはり解放であったわけだと思うんですけど、その考え方に反対したのが次に出てくる W.E. デュボイスという、黒人運動指導者です。で、デュボイスというのはマサチューセッツ生まれで、彼は中産階級は比較的裕福な家庭に育ち、それから学歴学問という面でも、博士号を持ってますし、高い教育を受けた人物です。彼がこの NAACP、 アメリカ有色人種向上協会で、まあ、働いていくわけなんですけれどもで、その次に出てくるのが、まあ、マーティン・ルーサー・キング・ジュニア、皆さんもご存知の私には夢があるという演説を1963年8月28日にワシントンで行って、まだ20代の若い指導者だったんですけど、そこからキング、まあ、牧師というふうに言ってますが、この写真だと左側に写ってるのはキング牧師で、でいる彼が強力な指導者になっていきます。で、彼とともにほとんど同世代の右側に写っているのがマルコム X なんですね。で、牧師はキング牧師は牧師という名前でも分かるように、まあ、キリスト教の牧師であった。で、マルコム X の場合はネーション・オブ・イスラームという、そのキリスト教は白人の宗教であるのだから、自分はそういった白人の宗教を信じないというわけで、まあ、刑務所にいた時に彼は改心して、ネーション・オブ・イスラムという、まあ、宗教組織のミニスター、伝道師になっていくわけなんです。で、彼が、伝道していった地域というのは主に都会のスラム街で、ニューヨークのスラム街、シカゴのスラム街、そういうところでは教育もない、経済的にも非常に貧しい、
そういう黒人たちがたくさん住んでるところ、そういうところで彼らが不満分子になってるわけですね。でそういう人々の気持ちをすくい上げたのがマルカム X で、ですからこの2人の指導者というのは、実はキング牧師の方が、表彰されて顕彰されて、それでマルカム X が忘れられてるところがあるんですけれども、そうではなくてマルコム X も違う層のアメリカの黒人に圧倒的支持があったんですね。それで実はこの2人はここの場面というのはいつの写真かといいますと、1964年3月、まだ公民権法がこれから通過しようとしている時のワシントンでの議会で2人が偶然出会うんですね。でそれまでこの2人は仲が悪い、お互いにいがみ合っているというようなことをその言われ続けていたんですけれども、実はそうではなくて、ちょっとこの写真をお見せしたいんですけれども、皆様にお見せする写真がこれはちょっとちらっと半径不問体でちらっとしかお見せできないです。この笑い顔を見た時に2人が仲が悪かったとは思えないんですよね。私たちというのは、一般人というのは限られたメディアの情報、それをどう読み解くかということにいつも注意してなくちゃいけないと思うんです。でその体制側はこの2人が仲良くなったらとても大変なことになってしまう。2割ぐらいいると言われるアメリカの人口の2割が黒人と言われる中で、その2割を指導する牛耳るこの2人、それが仲良くその黒人の層に反体制の思想を吹き込んだら、まあ大変なことになるわけですね。そういうわけでメディアも政府も行政の方も2人が仲が悪くなるように悪くなるようにというメディア操作をします。でも私はこの1枚の写真しかないんですけど、1枚でその笑ってる写真というのは1枚しかないんですけど、この笑い顔は非常に純粋な笑い顔だと思うんですよね。だから彼らが仲が悪かったってことは決してない。私たちはメディアの情報というのを賢く読んでいかなければいけないと思います。で、次に今黒人の指導者をこう挙げていくのは、彼らの指導者 その名前を見ていく、その時代の流れを見ることによって黒人の差別の歴史が、読み、取ることができるからなんですけれども、その後に出てくるのがごめんなさい、さっき言ったそのデュボイスが1963年8月27日に死ぬんですね。8月28日にワシントン大行進があって、そしてキング牧師が、アメリカの、黒人指導者に若くしてなっていくという、そういう流れがあって、でそのハイプシビアの中にマーカス・ガービーという人も入れておきましたけれども、このガービーというのはアメリカの黒人というよりはジャマイカ出身で、1916年にアメリカ、ニューヨークに渡ってきて、まあ、これもすごい支持を受けるんですね。で彼はそのジャマイカ出身の黒人ですから、アメリカの黒人というのはパンアフリカニズムというか、全世界の黒人を団結しようという、まあ、そういう動きを、唱えた人で、でも彼もまた大変人気を得た、彼についていく人たちというのは大変多かったので、マルコム X の両親もまたこのガービーイストといいますけど、ガービー主義者で、マルコム X の両親もこのガービーというものに心酔していたようです。でその64年に公民権法、65年に選挙法が成立する。それで一応その法律的には、一つの運動の締めくくりができたわけなんですけれども、まあ、その後も、黒人差別撤廃の運動が行われていなかったというわけではなくて、60年代後半になると、例えばスーニックといいますけど、学生の非暴力調整委員会というのが、活躍して、今年亡くなったジョン・ルイスという人が下院議員だったんですけれども、彼が非常に信望があって、そして亡くなった今年は2020年亡くなったんですけど、アメリカの国会議事堂のロータンダっていう、こう円形のなんか街道がありますよね。そこで彼の棺が置かれて、そして、みんながそこにお参りに行ったと。今大統領選挙で大変ですけれども、ちょっと凄まじいことになってますけれども、その時にバイデン
候補も行きましたけど、現職のトランプ大統領はお参りに行かなかったというような報道がなされています。で、そこに1955年のリトルロック事件とか、いろいろと掲げて、ありますけど、その64年に公民権法が成立するまでに起きたいろいろな大きな差別撤廃の出来事、運動の出来事、そこをリストアップしておきました。それからその65年に選挙法が成立した後も、65年にはロサンゼルスのバッツで大暴動が起きましたね。人口の 99% が黒人というバッツ地区で大暴動が起きた。で、92年にはロサンゼルスでまた大きな暴動が起きてますが、この頃からロドニー・キングという黒人が警官4人暴行されるわけなんですけれども、それで暴行した警官4人とも無罪判決、無罪判決が起きるのは当然なんですね。なぜかというと、その陪審制度で陪審がみんな白人なわけです。そういうような場合にはこういったやはり被害者に黒人はなっていってしまうわけなんです。で、この時は92年の時はビデオ撮影をされてしまって、近所の人にそのビデオがテレビで流れたんですね。そのために非常に大きなロサンゼルス暴動というのに展開していきました。で、この頃ではそのハッシュタグもそうですけど、みんなスマートフォンを持っていて、それですぐ写真が全世界に拡散するという、それがこのハッシュタグのような形での、黒人運動ですね、そういうのの展開をしやすくしていった。あるいは先ほどその NAACP ということを言いましたけれども、そういった組織で誰か強いリーダーがいて、キング牧師なりなんなり強いリーダーがいる、そのもとにみんな集まってデモを起こすのではなくて、みんなが個人で参加するという、まあ、これは私たちもベヘーレンの小田誠が市民連合、市民運動としての、だから花屋のおじちゃんも八百屋のおっさんも、そこら辺のエプロンをつけたお母ちゃんも花を持ってる人もみんな集まれというような形で、まあ、その思想に近いと思うんですね、このブラックライズマターの展開の仕方というのが。ですから誰か強烈なカリスマ的な指導者というのをまた逆に求めなくなっているということもあると思います。それは自分の意思で、一人の個人の意思で何かに属するのではない。だからこのブラックライブズマター、ハッシュタグブラックライブズマターというのも特に組織がないんですね。そういったリーダーを持ちたくないという、この始めた3人の女性たちはリーダーを持つということはしたくないというようなことも発言しております。で、私がこのテーマにアメリカの黒人鍵括弧付きにしたということをこれから話していきたいと思うんですけども、彼らアメリカ人、ケニア人、ナイジェリア人、エジプト人、というような人たちはそういった国の名前で呼ばれるわけですが、アメリカの黒人の場合だけが特殊になっていってしまう。そして彼らは今何と呼ばれているかというと、まあ、一応アフリカンアメリカンと呼ばれているんですね。アフリカ系アメリカ人、これが一番差別的ではない、差別児ではない。でもその前にはアフロアメリカンとかニグロとかカラールとかダーキーとか、もっと悪い言葉だとニガーという言葉もありますし、あるいは19世紀の半ば頃にはあるそのジャーナリストの黒人の人はですね、アングロアフリカン、アングロというのはまあイギリス系のというような意味ですけど、アングロアフリカンというような名称も使おうとしていました。で、このように名称がいわゆるアメリカの黒人、鍵括弧付きのアメリカの黒人ですね、その名称がこのように変わるというのはなぜなんだろうかということを考えてみたいと思うんですけど、呼称の問題、呼び方の問題というのはとても大切で、それ例えば、ジューイッシュアメリカン、ユダヤ系アメリカ人、アイリッシュアメリカン、アイルランド系アメリカ人というような言い方をすることもあるんですが、彼らはやがてはそういった人々をハイフン付きアメリカンというふうに言うんですが、そういった人たちはやがてはいわゆる大多数の白人というふうに見なされていくんですね。
ところがアフリカアメリカンの場合はこういった白人のもしかしたら移民たち、最近来た移民、20世紀の初めに来た移民たちよりもはるか前、200年前から先祖がアメリカ合衆国という地域に暮らしているにもかかわらず彼らはアメリカンとは呼ばれないんですよね。それはやはりおかしいのではないかと私は思っているわけです。で、このアフリカアメリカンからアフリカンというものが取られ外されない限り彼らは平等な場所に立つことはできない。白人、今でもその今あの大統領選が熾烈になってプラウドボーイズというような白人優先主義の組織が堂々と活動して報道されていますよね。で、そういう人たちの中で彼らをそのアフリカアメリカンをアメリカンというふうに呼ぶようになるのは一体いつなんだろうかと、これが外れない限り、アフリカンが外れない限りアメリカ人にはなれない、平等の国アメリカにはならないと思うんですが、おそらくこれから100年まだダメだと思いますね。奴隷解放されて100何年経ってるわけですよね。それでもこのような状況にあると思います。で、ちなみに私たちはよく日系人という言い方をしますけど、日系アメリカ人というような言い方をしますけれども、アメリカ合衆国において彼らがどういうふうに呼ばれていたか、1960年代までは日本人としか呼ばれていませんでした。ジャパニーズですね。ジャパニーズアメリカンでもありませんでした。で、60年代過ぎてからジャパニーズアメリカンというような言い方がされるようになり、それからこの頃ではアジア系アメリカン、アジアンアメリカンズというふうにまあ呼ばれるようになっていっているわけなんですけれども、で、このアフリカンアメリカンというふうに自分たちを規定している黒人、というふうに言えるわけですけど、それを規定するのは彼らではなくて白人の側がそういうふうに規定しているわけなんですけれども、そのアフリカというものがどのように彼らに響いていたのかということを、昨年亡くなった、アフリカアメリカ文学の代表的作家である、そしてノーベル賞を、受賞したトニ・モリソンが他者の起源という、これは講演集なんですけど、講演集というよりは評論集ですね、その中で、自分の子供時代の出来事をエッセイ風に書いているところがあるんですけど、それを資料1ページの下の方に、書いておきました。で、そのまだ少女だった1930年代というのは10歳にも満たない少女だったわけですけど、トニ・モリソンというのは、その時に教会でアフリカのために救済の献金をしようという、で、その時に、アフリカという言葉を聞いて、私たちと親密に関わりながら極めて遠い外国の異質のもの、私たちが帰属するところと言われているが、白人たちによってですね、ですけれども誰も見たこともなければ、特に見たいとも思っていない自分たちの故郷の土地、ホームランドというのはアメリカ合衆国で、故郷ホームにいると、そこでホームにいると言えないこと、自分たちが帰属する場所で流浪者になっていること、というようなことをトニ・モリソンはここで、書いています。こういったそのもう何百年も住んでいるいわゆるアフリカ・アメリカ、というのがいるわけですが、そういったアフリカニスト・プレゼンスという言葉を私は使いましたけれど、というかここで使っていますけれども、アフリカニスト、アフリカ系アメリカ人、アフリカ・アメリカンというのはアメリカ植民地の時代からずっと存在していたんですね。一番最初に1619年に黒人が連れてこられますから、ずっと存在していた。にもかかわらず、アフリカニストプレゼンスというのは、実際は私がこれを不在のプレゼンスだと、不在のプレゼンスという非常に矛盾した表現ですけども、でも不在のプレゼンスとして捉えたいわけですが、黒人というものが存在して初めて白人が存在するというのは、これはダニエル・デフォーのロビンソン・クルーソーの物語の中でも、フライデーという黒人、島の黒人がやってきて初めてその
自分のそのアイデンティティ、自己証明ができるというようなことになるわけですが、同じようにアメリカ合衆国でも1619年から存在していたいわゆるアメリカの黒人ですね、そういうものがあってこそ初めてアメリカ合衆国が成り立っている。でこの不在のプレゼンスというおかしな言い方をしましたんです、したのですけれども、それが一番よく表れているのがアメリカ合衆国の憲法なんですね。でこの憲法の中でどのように、この不在のプレゼンスが描かれているか、記入されているか、2ページ目の配布資料の2ページ目ですけど、合衆国憲法第1条第2節3下院議員の選出基準っていうのは人口比によるわけですね。ですから人口をどう数えるかというのが問題になってきて、例えばその頃バージニア州というのは人口が多かったんだけど奴隷人口が多かったわけですね。そうするとマサチューセッツとかニューヨークとか、と比べると下院議員の選出人数が少なくなってしまうということがあったわけなんですけれども、下院議員の数および直接税の徴収額はこの連邦に加入する州に対してその人口に応じて配分する。各州の人口は自由人の総数にというのは白人の男子ですね、総数にその他のすべてのものの数の5分の3、このようにその他のすべての数というのは何だか分からないわけですけど、結局奴隷を指しているわけですね。それの5分の3、すなわち彼らは人間とは認め、1人の人間とは認められず5分の3としか数えられていなかった。でプラスアメリカ合衆国の矛盾問題点というのは建国の頃からあるいは植民地の頃から2点は人種的には2つあるんですね。それは黒人とそれからアメリカインディアン、先住民インディアンのことなんです。5分の3を加えることにより算出する。ただし自由人には一定の期間役務に服するものを含み課税されていないインディアンを除くものとする。インディアンはそこに存在しているけれども無人の大陸とみなしたかった為政者たちは無としたわけですね。インディアンたちを課税されていない。ここでちょっと分かりにくかったのは、ただし自由人には一定の期間役務に服するものを含みというのは分かりにくいかもしれないんですけど、これはどこもその新しく開墾していく場合に労働力が大変必要とされるわけですが、それでアメリカにも、例えばアイルランドから、例えばイギリスからヨーロッパから、とりわけ若者が多かったんですけれども、若者たちが年金銀行に入ってくるんですよね。で彼らお金がないですから船賃も出せない、すべてその、契約者が船賃も、負担する。でも大体一定の期間というのは大体7年間が多かったんですけれども、7年間そのでっち奉公をすればその年期が明ければ彼らは肌の色は白いですから普通の自由人になっていったという、まあ、そういうその人たちをここでは、含んでいます。でトニ・モリスンのもう一つの作品について触れたいと思うんですが、これはちょっと最後に3ページの最後のところにトニ・モリスンの作品の中で、最後の方で一つは青い目が欲しいというのはこれは第一作なんですね。で私が一番好きな本なんですけど、ダブルエスターアイという本と小説と、それからビラブド、これは19世紀半ばの逃亡奴隷の話を書いた本なんですけれども、このビラブド小説を2つ読むのと、それから評論集暗闇に戯れて Playing in the Dark と、この講演集他者の起源 The Origin of Others、 この4つをじっくりと読めば、じっくりと見ると実はトニ・モリスンって難解な英語を書く人なんで、大変難しいんですが、この4つを読めば私はトニ・モリスンの、文学、トニ・モリスン文学者、トニ・モリスン思想家、トニ・モリスンがよくわかると思っているんですが、その評論集の一つで Playing in the Dark、 暗闇で戯れてというところで、ここで面白いその、先ほどのその不在のプレゼンスで、申し上げましたけれども、黒人がいて初めて白人の存在というものが確定するというようなことをアメリカ文学史の中における古典とされる
例えばハックルベリーフィンのマーク・トウェインのハックルベリーフィンであるとか、エドガー・アラン・ポーのアーサー・ゴードン・ピムの航海とか、そういうものの作品の中でいかにその黒人というものが存在して、その彼らとの関わりで白人の人生が成り立って航海期が成り立っている、そんなことを分析した大変に画期的な文学評論の本なんですね。でこれはまたこれも大変読みにくい本であるんですけれども、トニ・モリスンだからこそ書けた作品、非常に素晴らしい評論集です。でなぜそのようにアメリカの黒人というのはものを白人が不在のプレゼンスにしてしまうのかということは、結局奴隷の存在というのは実は建国の父祖たちにとって大変頭を悩ませる問題だったんですね。第1代初代大統領のワシントンも、3代大統領のトマス・ジェファソンも、2人とも奴隷所有者でした。で、その奴隷所有者ですから、いつかはその解放しなければいけないとは思っているんですが、経済的にはこれで成り立っているということで、なかなか奴隷を解放することができない。でその結局奴隷という存在は建国の基本理念に抵触するわけです。この独立宣言を書いた、起草したのは第3代大統領のトマス・ジェファソン、彼が主になって書いたんですけれども、ここでは全ての人間は平等に作られている、生命、自由、幸福の追求というのを、私たちが、するようにと、そのように、なっているんだということを書きながら、すぐそばでは奴隷たちが働いているわけですよね。そういう問題を抱え込んで、いたのがこの建国の時からの、為政者たちだったんです。で先ほどもちょっと述べましたけれども、アメリカ性、アメリカンネス、アメリカ人であるということというのはどういうことであるのかということで、トニ・モリスンはこれはいつでもカラーの、肌の色の問題になってしまうんだと。で白人の移民であれば、彼らがアメリカ人になっていくためにはどうすればいいか、普通だったら祖国の文化風習を捨てて、そしてアメリカの文化風習に馴染む、同化していくというふうに考えるわけなんですけれども、そうではなくて、彼らが自分たちの祖国では考えもしなかったこと、意識もしなかった自分が白人であるということを意識すること、そうするとアメリカ人になれるんだ。でこれが意識しなければ、結局自分たちは白人と認めない、自分が白人であるということを意識しなければならない。でこれが今の白人優先主義、もう今21世紀になった今日でも、もう根強くあるわけなんですけれども、その白人優先主義というものとやはり結びついてきているのではないかと思うわけです。で白人になることが求められるんだと、他人を阻害する能力ですね、排他主義、白人優先主義で白人以外は、ダメだという考え方、そうしなければ自分たち自身が忌み嫌われるよそ者になってしまうんだというふうに、言っています。でそういったその人種主義というのは一体どういうふうに生まれてくるのか、これは結局教育の問題ですよね。で決して私たち生まれた時から、生まれてばかりの赤ん坊が人種主義者であるはずはないのであって、でそれをこういうふうに言ってますね。人種とは考え方であり事実ではない、生まれながらのレイシスト、人種差別主義者はいない、これは確かに教育と世間が作っていくものだと思います。で私はそのアメリカの黒人のアメリカ誕生の物語というその千曲新章で書いたんですけれども、この誕生の物語、つまりアメリカの
黒人というのは自分たちがそうなるのではなくて、体制側、白人側によってそういうものに誕生させられていってしまうんだという意識で書いたのが、このアメリカの黒人、ごめんなさい、黒人のアメリカという誕生の物語という千曲新章です。で、ここからそれではアフリカアメリカの作家たちというのはどのように自分たちの存在を文学作品の中で、訴えかけてきたのか、ということで2ページ目の配布資料の2ページ目の真ん中ぐらいから、少し見ていきたいと思います。でこの1920年代というのは、第一次世界大戦が終わった後で世界的に例えばニューヨーク、例えばベルリン、例えばパリ、などでブエノスアイレス南米ではなどでいわゆるその文化が花開いた時期である、ルネッサンスが起きた時期であるというふうにも言われるわけですが、みんなが自由、第一次世界大戦で非常に辛い思いをしたわけですけれども、それから解放されて平和な時代が来た、男女の交際が非常に自由になっていった、自由を満喫し、そして文化もこう花開いていったとされる20年代にアメリカのニューヨークでもハーレムルネサンスと呼ばれるいわゆる黒人の文芸復興運動が起きています。で19世紀にも作家がいなかったわけではないのですが、1920年代に黒人の中だけの文学ではなくて白人の、一般の人々もその関心を持つようになったのがこのハーレムルネサンスだというふうに考えられます。でハーレムというのは皆さんその黒人の街と思われていると思いますが、1915年ぐらいまでは白人の街だったんですね。高級住宅街がある白人の街に、その15、6年にいわゆる大移動、グレートマイグレーションというんですけど、大移動というのが起きて、なぜかというと第一次世界大戦が始まって労働力がなくなるんですね。移民たちは全部祖国に帰って祖国のために戦うと、移民たちが労働力が帰っていってしまった。だからフォードなんかも大変困るわけなんですけど、それで労働力を確保するために南部に住んでいた貧しい農民、黒人の農民たちを北部に移動させるんですね。それでハーレムが急激に人口が増えていく、黒人の人口が増えていってしまう。そのような中で2人の、このハーレムルネサンスを代表する2人の詩人作家を挙げておきたいと思います。一人がゾラ・ニール・ヘーストンで、彼女はフロリダ州のイートンビルという黒人町で育っているんですね。ですから13歳まで全く差別を感じなかった、黒人町の中で生きてますから。だけれども13歳で外に出て初めて彼女はいろいろと差別というものを、自分が黒人であるということを意識するようになるんです。で大変優秀な女子学生だったようで、コロンビア大学の女子大学といわれるバーナード大学でフランツ・ボアス、その頃コロンビア大学で文化人類学が盛んになっていくわけですけど、その文化人類学者のフランツ・ボアスの下で民族学の研究をしていって、まあ、彼らの目は神を見ていたというのが、まあ、代表的なその小説作品なんですけど、その作品とは別にエッセイを書いていって、黒い肌の私ってどんな感じというエッセイを書いているんですね。それが私が翻訳したその黒人演説集の中に入れたんですけれども、ちょっと読んでみます。私は肌の色が黒いけれど上々酌量してもらおうなんて思わない。私の人生は老媒と戦いの連続だけれど、肌が少しばかり色で染まっているかどうかに関係なく、世間は強い人間のものだということを見てきた。まさか私は世間に向かって泣いたりしない。だって私はオイスターナイフを研ぐので忙しいんですもの。もっと現実のリアルな、その自分の生活、オイスターナイフ、それをオイスターナイフを研ぐということで表しているんですけれども、そっちの方で忙しい。というふうにして、その黒い肌の私ってどんな感じというのを表現してますけど、もちろん彼女は強さでこのように語っていますけど、もちろん裏腹に
その差別というものの悲しみというものを感じさせるエッセイだと思います。で、彼女ともある時までは友達であったラングストン・ヒューズという詩人がいます。ずっとハーレムに暮らし、というか晩年はずっとハーレムに暮らしていて、1930年代にソ連経由で日本にもやってきている人なんですけれども、この彼は非常に素朴な詩を書く人なんですね。それが素晴らしいんですね。で、ここで一つ出したのは I too 俺だってという作品で、 I too 俺だってアメリカを歌うっていう、俺だってさっきのブラックライフズマターにもちょっと関わるかもしれませんが、これは19世紀の国民的詩人と呼ばれた草の葉を書いたホイットマンという詩人がいまして、彼はアメリカを歌い続けているわけですね。アメリカ来産の国民詩人 で実は20世紀の後半になるまでやはりアメリカ その詩人といえば草の葉のホイットマンで、実はもう一人19世紀に活躍というか詩を書いていたエミリー・ディッキンソンという女性詩人がいるんですが、彼女はあまり出版に熱心ではなかったので、エミリー・ディッキンソンの詩が評価されるようになるのは20世紀の後半になってからです。研究対象としてもエミリー・ディッキンソンは後半になるまであまり名前が挙がらなかった。このラングストン・ヒューズはその国民的詩人と呼ばれているフィットマンというのを念頭に置いて、俺だってアメリカを歌うんだと、俺だってアメリカを歌う、俺は肌の色の黒い方の兄弟だ、やつらは台所へ食えっておいらを追っ払う、客が来た時にはさ笑ってやるんだ、たらふく食って強くなるのさ、明日には俺はテーブルについて座っている、客が来た時にはさ誰もおいらにまさか命令したりはしない、台所で食えなんてさ、その時にはそれにオイラがどんなに美しいか奴らは知ってそれで恥じるんだ、オイラだってアメリカなんだ。非常に素朴な詩なんですけど、強い自分がアメリカである、アメリカ人であるということを、訴えている詩です。で、一人ちょっと写真も出せないんですが、ネラ・ラーセンのパッシングという作品、これは1929年に書いて刊行された作品なんですが、これはどういうテーマを扱っているかというと、いわゆるその混血の問題であるわけですね。で、混血の問題というのは、混血だとももちろん黒人とみなされるわけですが、さまざまな文学的テーマになっていくわけなんです。悲劇的なムラータ、女の場合はムラータですね。で、結局はどうしてそのムラータが生まれたかというと、白人と関係を持っているからなわけですよね。で、ここでその、3枚目の資料になるんですが、トマス・ジェファソンのバージニア覚書、これはまた大変に面白い本なんですけれども、第3代大統領の本なんですが、ここでインディアン問題、黒人問題を、描き出しています。で、トマス・ジェファソン大統領ですら、その奴隷貿易というものがだんだん禁じられていくと、奴隷を買うことが難しくなって、奴隷をそのアフリカから連れてくることは難しくなってくるわけですね。そうするとどうするかというと、結局白人農園主が奴隷女と関係を持って子供を産んでいく。で、奴隷女と、から生まれた子供っていうのは奴隷とみなされて、すなわち彼らは人間ではなく財産でした。そうやって財産を増やしていけばいいというようなことを、このバージニア覚書でも言ってなくもないんですね。で、このようにその混血というのは白人が関わって混血が生まれているにもかかわらず、その混血の、アメリカの黒人という悩みは、また純血のアメリカの黒人の悩みとも違うところがある。つまり先ほど話したお話しましたように、その20世紀のとりわけ前半においては、後半まで続きますが、前半においては日常的生活レベルでの差別が多かったわけですね。トイレに行きたくても公共のトイレには行けない、ホテルに泊まりたくても泊まれない、そのような形でデパートで買い物もできないと。そうするとやはり日常的な生活の豊かさ、
自由さというのを求めるには、ほとんど白人に見えるような黒人というのは白人としてパッシングするんですね。白人のふりをする、というのがパッシングの問題なんですけど、でも結局は自分の中には黒人の血も入ってますから、それで結局は白人社会で白人のふりをして白人の夫と結婚し、白人の社会の中で生活していても精神的に、悩みが生まれてきていて、そしてどうしてもその黒人としての出自というものも消し切ることができなくて精神的に不安定になっていくというようなテーマを、パッシングのテーマと言ってるわけですけど、それがこのネラ・ラーセンのパッシングという作品です。でこれは実はその翻訳がちょっとないと言えるようなもので、そのあんまりいいのがないというのか、あるいは高いですね、研究書みたいな翻訳なんで、ですからちょっとお勧めできないんで、これは110ページぐらいの非常に短い英語の本で、原書はその英語もそんなに難しくない、トニ・モリスみたいに難しくないので、ぜひ皆さん読んでください。でそこでその混血の問題というものも出てきています。同じようにそのトニ・モリスンの青い目が欲しいの中で、映画イミテーション・オブ・ライフ、偽の人生というのがちょっと言及されているんですけれども、その中で描かれているのはまさにこのパッシングの問題、混血の問題、パッシングの問題なんですね。でトニ・モリスンというのはこれが第一作で、もう39歳40歳かなり遅れてきた作家なんですけど、その前は生活のためにランダムハウスの編集者をやったりしていましたので、であるいは大学で教えてたりしたこともあるんですけれども、でも彼女は各作品ごとにアメリカの黒人の歴史的状況、歴史的事実、歴史的な都市、そういったものを必ずテーマとして描き出しているんですね。 ですからトニ・モリスンの作品を読むと、アメリカの黒人がアメリカ社会でどのように、暮らしてきたのか、どのように感じ考えてきたのかというのが歴史的出来事とともに分かってくるんです。それの最たるものがこのノーベル賞受賞の時の大賞の一つともされたビラウドという作品です。ただこれは本当に難しい作品です。で、次に、20世紀の作家として、私は20世紀のアメリカ文学というのは、例えば前半にフォークナーとかヘミングウェイとか、真ん中ら辺にスタインベックとか出てきますけれども、私は20世紀の後半の文学というのはアフリカアメリカの作家たちが担ってきたと思うんですね。でそれがリチャード・ライトが全米的に評価されるようになった、認知されるようになった初めての黒人作家と言われていますが、そのブラックボーイ、これは岩波新書で出てまして、上下2巻本なんですけれども、上巻だけでもいいです大変面白い本ですね。でこの中で彼は何を言っているのかというと、この3ページのリチャード・ライトのところをちょっと読みますと、どうして僕は黙っているべき時に黙ることをいつまで経っても得得できないのだろう。白人の顔を制したがり、人間らしい口を聞き、人間らしい行動をしたがる僕は、彼ら白人にとっては不気味な存在。つまり黒人というのはなぜと、アメリカ社会に向かってなぜと問いかけてはいけないんですね。すべてあるがままを受け入れなければいけない。白人にその、何か質問したり、白人を批判したり分析したりすること、それはとんでもないことである。ところがこのブラックボーイの、これは自伝的なものですけど、リチャード・ライトは世の中のことが不思議でしょうがない、それでこう質問するんですけど、そのたびに親はもうハラハラドキドキしてしまうわけです。白人たちにどんな仕打ちをされるかわからない。で
もう一つラルフ・エリソンというのは、これは1952年に見えない人間でナショナル・ブッカー・アワードという賞をもらっている、まあ、これは、そうですね、ピューリッツァー賞が芥川賞に近いでしょうかね。ナショナル・ブッカー・アワードはその下にはなるんですが、でもナショナル・ブッカー・アワードを受賞した初めてのアフリカ・アメリカン作家なんです。でこの見えない人間、これ一番最初のところなんですけど、僕は見えない人間だと言ってもエドガー・アラン・ポーにつきまとった亡霊の類ではないし、ハリウッド映画に出てくる心霊体なんてものでもない。僕はちゃんと実体を備えた人間なのだ。肉もあれば骨もあり繊維もあれば液体もある。心だって持っていると言えないこともなかろう。僕の姿が見えないのは人が見ようとしないからだけのことだなのだから。白人が見ないんですね。自分たちの僕以外のあらゆるものを目にするだけなんだ。白人というのは僕を見ないで通り過ぎて他のものだけを見てしまう。だから僕は見えない人間。アフリカアメリカの存在というのはアフリカ不在のプレゼンスになってしまっているということなんですね。で最後にそのトニ・モリスン、もう この人は本当にあの偉大な作家であるばかりでなく発言者でもあったし、それから思考する思想家でもあった。彼女が昨年亡くなってしまった、まあ、年ですからしょうがないんですけれども、大変残念なことでした。というのはアメリカ社会にとって彼女の損失というのは大きな欠陥穴になっていくと思われます。でこの中でその第一作の青い目が欲しい、これはオハイオ州の中西部オハイオ州の、彼女の故郷であるクリーブランドのちょっと郊外のロレインというところなんですけど、そこを舞台にして小さな10代の子どもが、そこら辺で住んでいた時のことを大人になって回想しているという、そういうふうな形式になっている本なんですが、ここでその黒人の小さな少女たちが大人の世界をどう見ているのか、黒人の問題というものを通してどう見ているのかというのを、ここでは描いている作品と見ていいと思います。でそのような読み方ができるんですが、2つの、出来事がありまして、1つはそのクリスマスの贈り物に彼女は青い目のベビードールをもらうんですけれども、青い目のベビードールというのはアメリカの女の子だったら誰でも欲しいものであるとみんな大人たちは思い込んでいて、それをあげるんですね。ところが彼女はそれを解体してしまう、破壊してしまう。親はがっかりするんですけれども、糊の効いた木綿の服のシャヤレースが私の肌をイラつかせた。これは物理的にイラつかせているんですけど、やっぱり精神をイラつかせているわけですね。一つのことしか思わなかった。人形をバラバラにすること、青いガラスの目玉をつき黄色い髪の毛をねじった。でこの背後には結局金髪碧眼崇拝というのがあると思うんですね。これは今なくなってるでしょうか。やっぱり今もあると思うんですね。トランプの周りを囲んでいる美しいそのモデルみたいな女性たち、みんな金髪で、それで金髪碧眼で、それをこう並べることが一つの力になっている。自分の彼 の, その存在理由というものを彼女たちがまた支えているような、そういうような形で金髪碧眼崇拝というのは未だにアメリカ合衆国において非常に強くあると思うんですね。でそれが一つのこの出来事なんですけど、もう一つこの白人体制の価値観の解体というものをトニ・モリスンがここで狙ったのではないか、ということはどういうことかというと、この本 の, その構造的な仕上がりなんですけれども、最初にその、家があります、緑と白の家ですというような文章が出てくるんですね。私たち日本人の読者は言ったこれ何を言ってるのか全く分かんないんですけど、家があります、緑と白の家です、お母さんがいます、お父さんがいます、犬がいます、猫がいますと。で郊外の住宅で豊かに暮らすアメリカの中産階級の姿が描かれていく。でそれが章立てのようになっていて、章の最初に出てくるんです。それが だんだん解体されていって、まず句読点がなくなるとか、大文字が小文字ばっかりになっていくとか、そのような形で教科書を解体しているんです。でこの教科書というのは、実はこの
ディッカン・ジェインという教科書でから取られているもので、これは教科書ではなくてディッカン・ジェインを論じた標本の本なんですけれども、ディッカン・ジェインというのは1900ディッカン・ジェイン・トコンというのは1930年から1965年まで35年の長きにわたってアメリカの初級特本として全米の時には 80% の小学校で使われたというぐらいに、この教科書がもちろん英語を学ばさせるためのものなんですが、どのようなアメリカの理想の家庭が描かれるかということによって、その背後にイデオロギーも入ってくるわけですね。そういう姿を見て自分たちはああいう姿ではないと、黒人たちはまあ劣等感を持つわけなんです。で、そういうような教科書を彼女は解体しているんです。トニ・モリスは解体している。でそういう意図もこのザ・ブルーエスター・アイという青い目が欲しいといういろんな物語がこの中には実は入っているんですけど、それこそ混血の物語であるとか、それからレイプの問題であるとかいろいろあるんですが、この中で私大きくモリスはこの解体なぜというふうに問いかけていく。ベビードールは一体なぜ、なんでこういう、泣き声を出したりするんだと、なぜなぜなぜとか、なぜと聞いてはいけないという精神風土が、いまだに現代のアフリカ・アメリカの中にも、精神的にその白人社会の中で生きるためには、そういうことを、気をつけなくてはいけないというふうに、思っているのではないかと思います。一応ここで切りまして、私の話を終わります。ありがとうございました。それでは後半を開始したいと思います。後半ではまず奈良先生のご講演に対して本学沼野京子先生にコメントいただきます。沼野先生のご専門はロシアの近現代文明、19世紀末から20世紀初頭にかけての日本とロシアの文化関係や現在ロシアの女性文学、あるいは推理小説などを研究テーマとして来られました。それでは沼野先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。沼野です。それではちょっと画面を共有させていただきます。映っていますでしょうか。大丈夫でしょうか。はい、ですね、アラ先生どうもご講演今日はありがとうございました。で、今回のお話、ですけれども、BLM 運動についての、基本的な情報を正確にまとめてご説明いただいた上、20世紀の、アフリカ・アメリカン文学の流れの中にモリソンを位置づけていただき、大変有益なご講演でした。私は専門家でもないのにコメンテーターを仰せつかりまして、何か意味のあるコメントができるかどうかというのは心もとないんですけれども、このテーマを今後発展させて、さまざまな多文化共生研究の課題に接合していこうというのは今回の連続セミナーの趣旨ですので、今後の議論のテーマになるかもしれない、そういった論点をいくつか提供できればというふうに考えております。さて、アナ先生のお話を伺っていて、再認識させられたのはこの BLM 運動というのが今年いきなり発生したものではないということなんですよね。もちろん長い長いそれまでの奴隷制度の差別の歴史があった上ではありますけれども、この運動の直接のきっかけになったのは2012年ということで、トレイボン・マーティンという方でしょうか、射殺されたというのがあって、この時のハッシュタグだということでした。このハッシュタグで運動が大きく広がっていくというのは、やはり SNS が重要な役割を担っているという意味で、大変現代的な現象なのではないかというふうに、まずは言えればと思います。そして、2014年、15年という形で、続いていくと。で、アラ先生のお話に行く、
元に戻したいのですけれども、すみません。もう一つ戻りますかね。あ、トニー・モリソンが出ていますでしょうか。はい、今日のまあ主役ですよね、トニー・モリソンさんは。お話の中にも他者の起源というご本のことが出てきておりましたけれども、2016年の春に行われたハーバード大学での連続講演を記録したものというふうに理解しています。でこの2016年というのは背景としてその BLM 運動がどんどん盛んになってくる頃ということだったわけですね。本当に私も全く素人で、よく分かっていなかったので今回、大変勉強になりました。それで、この本というのはやはり今回の BLM 運動を考えていく上ではですね、もう基本中の基本、基本図書と言ってもいいかと思います。そして今年になって、2020年、一番有名になったのはジョージ・フロイドさんの殺害だと思いますけれども、殺害されたその7人の黒人の方の黒いマスクをつけて大坂なおみさんが、ラム選手が試合に出たというところで有名になったということは記憶に新しいところなんですけれども、さらにこの BLM 運動を引き金に文学や映画に現れたその黒人表象が偏見やステレオタイプに基づいている、そういうふうに批判されたり、近代植民地主義や、奴隷制度に加担した人の銅像を引き倒したり、というような現象が、あちこちで、見られるようになりました。私のゼミでも、今日のセミナーの事前準備として、この運動を取り上げて授業で話し合ったりもしたんですね。そうしたゼミでの、議論を踏まえ、それから今先生にお話しいただいて、ちょっと事前にいただいておりました講演のレジュメを参考にさせていただきながら、論点を4つにまとめてみることができるかなというふうに、考えたわけです。それが、こちらなんですけれども、ご覧の通り、まず第1に言葉の問題、アンセスが取り上げてくださった、故障の問題を含みます。そして2番目に差別的な表象の問題、そして3つ目には文学の役割とは何なのかという問題、そして最後に BLM 運動を受け止めて理解しようとする私たちの受け止め方の問題です。これらは互いに関連し合っているものもありますし、重なっているものもあります。ごく簡単にこの4つを見ていきたいと思うわけですけれども、まず第1には言葉の問題ですね。これを取り上げていきたいと思います。で、今日は、アフリカンアメリカンの、アメリカの黒人、鍵括弧付きのアメリカの黒人という呼称について、お話しいただきました。1960年代の公民権運動とともに無別的なニュアンスが含まれる差別用語は次第に今使われなくなってきたのではないかと思うわけですけれども、さらに1980年代に始まったポリティカルコレクトネスですよね。あえて訳せば政治的公正と訳していいのでしょうか。それによって性別、人種、民族、宗教などによる差別、偏見といったものを防ぐ、政治的な社会的にも政治的にも公正、中立な表現を使用しよう、こういう流れになっていると思います。で、ちょっと読んだ論文によりますと、その南北戦争の頃の当時、ダーキーとかニグロとかアワードという、言葉は使われていたわけですけれども、1930年代になるとそのダーキーというのが差別用語とみなされるようになる。その現代ではニグロもカラーも差別用語とされているというような調査結果が出ていた。で、アー先生が訳されているアメリカの、黒人演説集の中に、
マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの有名な、先ほども言及していただきました、私には夢があるという演説が収録されていますけれども、この、中では夢という言葉が使われているそうなんですね。なので1960年代に少なくとも前半、この言葉は差別用語ではなかったという、まあ、PC ではなかったですけど、ということになるのかと思います。もっともその自分たちがどう呼ばれるか、どう呼ばれたいかというのは非常に大切な問題で、かつ非常にセンシティブな問題ですけれども、まあ、故障に不別感が込められていても、それを逆手にとって自らポジティブなニュアンスで使うということも、まあ、歴史的にはあると思います。現に、差別的なコノテーションが強い別称だと言われてきた、まあ、最近されている、まあ、ニガーですけれども、これはもちろん、私たちは使うことはありえないですけれども、親しい黒人の人同士ではこう連帯を表すものとして使われることもあるというふうに聞いています。まあ、差別用語の語感の変化というものが、社会の人々の意識に、まあ、意識を反映していると、まあ、そういうことが、まあ、非常に興味深いところだなというふうに思います。まあ、ただ、差別用語として言葉をどんどん囲い込んでいく。使わなくすればそれで差別意識がなくなるのかというと、そうは思いません。また、文芸翻訳にちょっと携わっている身からしますと、あまり使えない言葉が増えてしまうと、それはそれで言葉の豊かさを奪ってしまうという場合もあります。ですから、差別されている人たちの感性を、まあ、最大限尊重しながら、むやみな言葉狩りに陥らないようにする必要があるのではないかというふうに思います。先ほどブラック・ライツ・マターというのをどう訳すかというお話をしていただきました。これにはいろいろいろんなあるみたいで、黒人の命も大事、黒人の命は大事という、アラセスが黒人の命は大事という、これを契約にしていけたらいいのではないかなというふうに、思います。2つ目の問題に、移りたいのですけれども、まあ、差別的な表象という問題なんですね。これも荒先生が訳されている、マガリ・ミッチェルの風と共に去りぬですね、岩波文庫全6巻ということで、素晴らしい大作に翻訳されたわけですけれども、過酷な奴隷の状態に、まあ、置かれているはずの、まあ、黒人のこのウバ・マミの表彰というんでしょうか、その性格付けというのでしょうか、もう白人に仕えて嬉しそうにしている、幸せそうにしている、とかですね、まあ、白人にとって都合のいい黒人表彰になっているというふうに、まあ、批判されてきました。で、ちょうど折も折、2020年ですね、今年の6月に、アメリカの、動画配給サービスの会社のHBO Max というところが、風と共に去りぬの映画を配信しようとしたところ、まあ、この運動が、まあ、真っ只中ということもあり、これは良くないんじゃないかという批判を受けました。まあ、そこで、HBO は、まあ専門家のコメントをつけて配信をしたと、まあ、そういう対処の仕方をしている。まあ、日本でも、古い小説ですとか、まあ、魔法役でもそうですけど、復刊なんかするとき、この作品には一部差別的な表現がありますというですね、私書きを添えることがありますけれども、まあ、このような、ある種説明書きですとか、まあ、解説をつけるといったような、教育的、啓蒙的な対処の仕方というのは、まあ、おそらく、まあ、先ほどの PC ではありませんけれども、政治的に正しい、と言えるのではないでしょうか。表現の自由の問題とどのように折り合いをつけたらいいのかということも、まあ、個々のケースで、まあ、様々なのではないかというふうに、思います。例えば、ヒューロッティングの、ドリトル先生アフリカへ行くという子供の時によく読んだお話ですけれども、これも1920年に書かれた。で、公民権運動の高まりの中で、白人優越主義的だとか黒人を蔑視しているといったような批判にさらされる。そして書店や図書館から姿を消してしまうんですね、この本が。特に問題になったのが、その黒人の王子様がこう白い肌に憧れる。先ほどは青い目に
憧れる少女のことが出てきましたけれども、白い肌に憧れる、これもほぼ同じことですよね。まあ、そういった箇所が問題とされているということで、アメリカでは長く絶版とされていたそうです。それとか、まあ、これもよく言われることですけれども、ハリエット・ビーチャー・ストーンのアンクル・トムスのアンクル・トムの小屋ですね。黒人の奴隷のあまりに悲惨な状況に接して、まあ、奴隷制に、抗議するために書いたのだと、夫人は。まあ、そして大変よく読まれた作品だそうですけれども、まあ、ところが20世紀後半になると、これもやはり批判にさらされます。黒人の登場人物ということになっているけど、まるで白人のようじゃないかとか、あるいはそのトム自体の継承が、まあ、白人に、まあ、非常に従順すぎるんじゃないか、臆病なんじゃないかといった批判が出てくるわけですね。まあ、でも時代がさらに進んで1980年代になると、まあ、フェミニストの人たちによって、まあ、ストーの再評価がまたなされているというふうにも言われています。まあ、時代によって非常に解釈もその作品自体の評価も大きく変化した作品だったということが言えると思います。で、まあ、それにしましてもその差別的な箇所を削除してしまいなかったことにするというのが果たして望ましい解決方法なのかというのには議論の余地があると思います。まあ、言葉の問題とも通じるものですよね、これは。で、例えばちょっと何て言うんでしょう、比較が飛ぶかもしれませんけれども、ホロコーストの、まあ、象徴的な現場としてそのアウシュビッツなどの、まあ、強制収容所を、まあ、世界中の人が訪れる、そしてその悲惨を感じることができる、まあ、ダークツーリズムなどと最近呼ばれているものでありますけれども、まあ、人類のその負の遺産を歴史の闇の中に葬ってしまうのではなくて、むしろ可視化して歴史に向き合う、そういう態度だと思うんです。文学においてこの同じようなことができるのか可能なのかという、そこもこれからの考察の対象にもなり得るかなというふうに考えます。文学作品が社会問題とどう向き合いどう描写するのかというのは、まあ、次の3番目の問題になっていくのですけれども、白人の側からの、まあ、黒人表彰というのではなくて、自分自身について語ることのできる優れた、黒人作家、ね、アフリカンアメリカンの作家たちの出現が、まあ、ないかということは、まあ、間違いないことだと思います。アン先生は、風とともに去りぬを託されたときにどんなところに工夫されたのでしょうか。黒人表彰と絡めてこんなところが難しかったですとか、そうですね、こういうところに、工夫をしたですとか、あるいは、翻訳者でないと知りようのない事実ですとかエピソードなどもしありましたら、後で伺えたらと思います。次に3番目の問題に、移ります。3番目は文学の役割というふうにタイトルをつけたんですけれども、これもやはり先ほど、アラ先生がすでに、言及されている、ラルフ・エリソンの見えない人間ですね、これをご紹介いただきました。何かこうマンホールに落ちた主人公が地下で試作するというところがちょっとドストエフスキーの地下室の手記を、思わせるな思うんですけれども、まあ、アメリカにおけるその黒人の立場を、まあ、見事に表したタイトルですよね。見えない人間、存在しているんだけれども、見えなくなっている、先ほど、アラ先生がご説明くださった通りです。でアメリカ社会から人間性を無視されたこうした黒人の人たち、そのありようというもの、そのものをですね、当事者である黒人作家が、まあ、可視化したということ、これがとても大事だろうと思います。そして、トニー・モリソンの小説、例えば青い目が欲しい、これを読みますと、まあ、一人一人の性格ですとか、心理、それをまあ非常に、見事に捉えている、そして抱えている問題が丹念に描かれている。描き分けられていると思います。黒人の間にも
いじめがあり、格差があって、一国に 黒人の問題というふうに一般化することができないということがすぐに、分かります。優れた小説というのは統計ですとか、まあ、一般論とかでは語ることのできない、そうしたマクロでは語ることのできない、絶対に見えてこない、その個々別々のミクロな人間からなる自律的な世界を構築していくものであって、読者にその世界を、まあ、疑似体験させるというものだと思うんですね。で、青い目が欲しいの中では、このピコーラという女の子なんですよね、黒人の弱な少女が出てきて、もう弱者の中の弱者、黒人であり、さらに女性であり、さらに子供であるという、もう二重に、三重に弱者なわけですけれども、このピコーラに私たち読者は、まあ、共感を乗せることができる、まあ、それが、まあ、文学の力だとは思います。もっともモリソン自身がですね、この後書きで書いていて、私はこの部分に大変感心したんですけれども、この小説を書いている時に、まあ、ここに引用しておきましたけれども、中心に一つの問題が生じてきたというふうに書いています。すなわち、この小説においてこれほど繊細で傷つきやすい人物、つまりピコーラですよね、ピコーラについての探求に重きを置いた結果、その重荷が、まあ、彼女を打ち砕き、打ち砕いたことに対して自分の責任を顧みることをせず、彼女を憐れんでしまうという気楽な解決の方に、読者を導いてい、ってしまうのではないか、そういう問題が生じてきたというふうに、書いているんです。でこれどういうことかというと、まあ、あまりにもそのかわいそうな、ひ弱な、ピコーラを描いていると、読者がピコーラかわいそうと思ってそれでおしまいになってしまうということなんですね。そのことを森さんは、警戒したんだと思います。でそこで彼女はどうしたかというと、語り方を複雑にして読者が再構成しなければ、分からないように、安易な同情しないようにしたんですね。これが、この青い目が欲しいの、成功したところだったのではないかなというふうに、思います。これこそが文学が単なる差別を糾弾するメッセージであるとか劇文だとかって、そういうものではなく、芸術作品であるゆえんだと思うんですね。現実を単純化してメッセージにするのではなく、差別はダメだっていうのはこれは誰でも分かる、そうではなくて、複雑な現実を丁寧に救い取って、その作家ならではの方法でもって読者に送り届ける、それこそ、文学の価値なのではないかというふうに思います。もし後で時間がありましたら、漠然とした、質問になってしまって、大変恐縮なんですけれども、安先生はその文学作品のメッセージ性と、それから文学作品の価値との関係について、まあ、どのように考えていらっしゃるのか教えていただけますとありがたいです。そして最後に、私たち自身がこの問題をどういうふうに、まあ、受け止め手として、奴隷制や差別や暴力といった問題を、遠いアメリカの黒人の人たちのこととしてではなく、自分のこととして引き受け理解していけるか、どうしたらいいかという問いかけです。これは今後のセミナーでさまざまな形で取り上げられることになると思いますので、ここでは一つだけ例を出しておくにとどめたいと思います。ご存知の方が多いと思いますけれども、ごく最近NHK のニュース番組、これで分かった世界の今という番組の、公式ツイッターに、投稿された動画があり、そこで、まあ、BLM 運動について解説してあるんですね。アニメだったんですけれども、この動画に対して、アフリカアメリカン作家の、バイエ・マクルーニさんという方が抗議しました。それは、どういう点が良くなかったのかと言いますと、白人の優越主義ですとか、白人による暴力の問題に触れていない、それからもう一つはその攻撃的で恐ろしい黒人というですね、ステレオタイプ、非常に差別的な偏見を、まあ、助長する描き方だったということなんですよね。なのでせっかく取り上げてニュース番組で解説したのに、
その日本人の側の差別意識が反映されてしまったということなのではないかというふうに思います。どのようにしたら自分のこととしてこれを捉えていけるのか、どのように考えていけばいいのかということですね。これを一つの例として挙げておきたいと思います。それで、アラ先生は、アメリカン文学を、研究されてきたわけですけれども、日本に紹介する場合ここだけは外せないというルールのようなものはありますでしょうか。アフリカンアメリカン文学を私たちなりに正しく受け止めるためには何か、気をつけなければいけないことというのはあるでしょうか。もし、ありましたらぜひ教えていただきたいと思います。最後に、やはりトニー・モリソンなんですけれども、1993年に、彼女はノーベル文学賞を受賞していますね。アフリカ・アメリカンの女性作家として初めてのノーベル文学賞でした。その時の記念講演が素晴らしいですね。これもアラ先生が訳されているんです。アメリカの黒人演説集という先ほどの5本の中に収められています。ここでは偶話の形になっていて、目の見えない非常に賢いおばあさんがですね、いらっしゃると。それで子どもたちがやってきて、その、おばあさんに聞くんですね。まるでおばあさんを試すかのように、僕の手の中の小鳥は生きているか死んでいるのかっていうふうに質問するんですね。でモリソンはこの時の小鳥というのが言葉で、おばあさんというのは、作家を表しているのだと言います。そしてその比喩を用いて、その後ずっとこう偶話的に語っていくんですね。私が下手な解説をするより、アラ先生の翻訳を読んでいただくのが一番いいんですけれども、この言葉、つまり小鳥が生きているか死んでいるかというのは、それを握っている手に責任があるんだと言うんですね。で以後、引用になりますけれども、曖昧な国家の言語、厚かましいメディアの偽りの言語、誇りは高いが石灰のように凝り固まった学会の言語、植物的な科学の言語、倫理不在の有害な法律言語、少数派を阻害し文学的な気取った表現に人種差別的現状を隠蔽する言語、どれにしろそれらの言語を拒絶し変更し暴かねばなりませんと、このように力強くモリソンは語っています。これらの言語は死にかけているということになりますよね。でそれにしても私たちが毎日目にしている現実によく似ているので恐ろしくなるばかりですけれども、壊れたレコードのように意味のない言葉を繰り返す語彙の乏しい権力者たちが日本語という小鳥を死なせてしまっているのではないでしょうか。私たち賢い読者は彼らにではなく無防備で痛い気なピコーラに優れた翻訳を通して100倍の親近感を感じることができます。これこそが文学の喚起する想像力であってリアリティなのではないかと思います。モリソンが、言葉という問題に私たちをまた引き戻してくれたような気がします。ご清聴ありがとうございました。以上で私の発表は終わります。今野先生ありがとうございました。ここでアル先生にリプライをいただきますけれども、全体の時間があと20分になっております。会場からも質問が来てますので、そのことをお考えでリプライをお願いいたします。はい、大変濃密の素晴らしいコメントというよりは講演というか、私の方で、それに対して何か答えというような形で明確に表すことはとてもできませんが、ただこの今日話しているこの BLM、ブラック・ライブズ・マターから出てきている差別の問題、例えば今言及された銅像を引き倒してしまったりとか、いろいろなことが行われているわけですが、そういったその、動きというのは一つのやっぱりアメリカのバンダリズム、暴力主義だというふうに私は思うんですね。このバンダリズムというのはやはり私は勢い余ってそういった
ったその銅像を引き倒してしまうわけでしょうけれども、沼野先生がおっしゃったようにそれで過去が消えるかというと消えない、あるいはそういったふうに過去を消してはいけないんだと思うんですよね。やっぱり私たちはそれを認識していかなくちゃいけない。でも例えばニューヨークの、自然歴史博物館の前にある、ルーズベルト大統領、テオドア・ルーズベルト大統領が馬の上に乗って、そして両脇には裸のインディアンと、裸の黒人をこう引き連れているという、そういう銅像っていうのはやはり黒人からアメリカの黒人からするとやはり何だかそんなのを毎日ニューヨークの街で見せつけられるっていうのは心痛むことだと思うんですね。ただそういうような銅像が作られた背景あるいは歴史的事実というのがあるわけで、それを消してはいけないと思う。じゃあどうすればよいかというと、やはりそれはそこの場所から移すにしてもどこかの博物館に入れるとか、そういう形で残す過去の歴史的事実というのを、否定しては今が成り立ち行かなくなると逆に、思われるわけで、こういうその銅像を倒し違う形でのなんか何でもその壊してしまえばいいというような、形での抹消化というのは私はちょっと受け入れがたいところがあります。でもそういう動きがこう強くなっていく、なんか勢いによって若者たちがそういう行動を起こしてしまうっていうことがことがありますよね。それから言葉の問題なんですけれども、トニ・モリスンはの英語は難解だと言われているんですね。なぜ難解か、非常に彼女の具体的な理由を挙げれば、例えば形容詞が非常に特殊な形容詞を自分で作り上げて、いろんなものをこう形容していってしまう、あるいは最初から代名詞が出てきてしまう、何を指しているのかわからないというような具体的なこともあるんですが、彼女はある時その質問に答えて、言っていることは、その奴隷制度とかアメリカの黒人の境遇とか歴史とかそういったものは起承転結のはっきりしたような物語としては語られないものであるんだと。で、その思いをどうにかして彼女は表現しようとするわけなんですけれども、その時にはもちろん自分自身も立ち止まってるんだと思うんですね。だけれども先ほど沼野先生がおっしゃったように、読者を立ち止まらせて考えさせたいという意識があるんですね。それで新しい言葉を生み出したり奇妙な言葉を生み出します。例えば記憶する remember というのに this remember this あるいは this member というような言葉を作り出すと、 member というのは体の一部ということもあって、 this という否定字がつくとそれでその体の一部を切断していくというような意味にも変わっていってしまうとかね、そういうような形でいろんな言葉を作り上げて、でその解釈は読者に任せているんですね。そこが難しいところで、それで大変分かりにくい。でも確かにそのアメリカの黒人の問題というのはたやすい問題ではないのであって、それをみんなに考えさせるために、そしてどういうふうに表現したらいいのかというのはトニ・モリスン自身が悩み考えて書き続けているんだと思います。でも彼女はとにかく書き続けた、書き続けることがやはり自分の使命である、それから自分の情熱であったわけなんですね。そういう風な人物だったと思います。それでもう一つ言葉の問題として、先ほどその風と共に去りぬが出まして、これはマーガレット・ミチェルという南部の女性、ジョージア州アトランタに生まれ育った白人のアイルランド系のアメリカ人の作家によって書かれた作品なんですね。で、私たち例えば映画で見ると何か華々しいその大脳演習たちのパーティーの場面ばかりがこう印象に残ってしまう、あるいは恋愛の場面が印象に残ってしまうんですけれども、あの中でミッチェルはもう壮大なアメリカのサーガを、叙事詩を書いているんですね。でそれはどういうことかというと、例えば、彼女が主人公にしたスカーレット・オハラというのは、オハラという名前からも分かるんですけれども、父親はアイルランドから来た、政治亡命者なんですね。で母親はエレンというんですけれども、彼女は
アメリカに渡ってきてから3代目にあたるフランス系のアメリカ人なんですね。で、その背後にはいろんなこう歴史的事実があって、そういった父親の設定、そういった母親の設定にすることによってアメリカの中でさまざまな人種が、で当時19世紀というのはもちろん小説を書いたのは20世紀になるわけですけれども、19世紀の半ばというのはアイルランド系アメリカ人、アイルランド人の移民というのがものすごく軽蔑されていた時代で、まるでニガーよりも悪いというような言い方がされたり、黒人と同じようにほとんど奴隷状態というようなアイルランドからの移民たちもいたんですね。そういうようなアイルランドの血を持った作家がスカーレット・オハラにアイルランドの血も入れている、というようなところから、これによってアメリカの南部を書いたの、南部だけを書いたのではなくて、南部に生きるアメリカの女、未来のアメリカの女を私は描いたのだと思っています。それでその、映画の動画配信というのに関して問題があったわけなんですけれども、実はこれはミッチェルの作品ではないわけですね。映画会社の方ではミッチェルにいろいろと助言をもらいたかったんですけど、もうそれは一切私のものではないからと。でミッチェルの手紙が実は駒場の日本文学館に3通入ってまして、これは三笠商房の社長がの遺族の方によって寄贈されたものなんですけれども、それを読むと、彼女がいかにマーガレット・ミッチェルという作家がいかに自分の言葉を大切にしていたかということがよくわかるんですね。で、言葉をだから一切その翻訳でも変更してほしくない、簡単なその児童文学に直したいというある翻訳者が尋ねたら、これはその9歳の子どもでも読める英語であるのだから、そういったその翻訳にはしてほしくない、このまま一切手をつけてほしくないというぐらい、マーガレット・ミッチェルとは言葉の芸術に関して偉大なる誇りを持っていた作家でした。ですから、映画の風ともにされるので、これがミッチェルのものであるというと、少しちょっと私としては違和感があるところで、難しい問題なんですけど、というのはやはり映画の方が浸透力があるわけですね。文学作品より受け身で映画は見られますけど、文学作品はある意味で積極性がないということで読めないわけで、同じような問題が黒人作家のアリス・ウォーカーのカラーパープルの場合もあったんですね。カラーパープルという映画がその黒人の男性を悪く描いているから、けしからんというものすごい攻撃がアリス・ウォーカーに対してなされたことがありました。スピルバーグの映画ですけれどもね。で、そのようにその言葉というのを作家はもちろん大切にしているわけですし、トニ・モリスンの言葉が難解だというのも、難解なテーマを、難解な思考というものを表現したいからそのようになってしまっているというふうに考えることができるんじゃないかと私は思っております。それで時間もなくなるといけないということですので、質問が5人くらい来ているんですか？はい、ありがとうございます。ここまでにですね、質問5人から5人の方からいただいてまして、その5人5つの質問に答えていただく形で質疑応答のセッションをしたいと思います。いくつかまとめて私の方から投げかけますので、お答えまとめていただければと思っております。まずその2つ質問をいただいていて、1つ目が、黒人をかばったり黒人と結婚したりする白人も差別の対象になることはあるのでしょうかという質問。で、2つ目が、マルコム X は過激な運動で有名ですが、現在のアメリカ合衆国での彼に対する評価はどのようなものでしょうかという質問です。この2つについてお伺いできますでしょうか？はい、最初の質問はもちろん白人も嫌われます、彼らのことをニガーロバーと、ニガーが好きな白人というふうな言い方をして、黒人と親しくする白人たちは非常に差別も
にも遭いましたし、攻撃もされました。特に1960年代、結局60年代コミケ運動に至るまでどのような白人が関わったかというと、実はユダヤ系白人が多かったんですね。で、彼らはある意味アメリカ合衆国の中においてアングロサクソンの白人とは違う差別されている存在であったからということもあるかもしれないし、左翼的な思想というのが1930年代においてユダヤ人、ユダヤ系アメリカ人の中にアーサー・ミラーなどもそうですし、その中に浸透していったということもあるのかもしれませんけれども、そういった白人たち、大学生たちも例えばフリーダム・ライダーズといってバスの長距離バスの差別撤廃を試すために、白人と黒人が一緒に乗って長距離バスに乗ったらバスは焼かれてしまったとか、非常に凄まじい事件というのはたくさん起きております。それからマルカム X とキング、わざと私はまあ2人は同世代で同じような時に活動していたということを強調して話したんですけれども、実は日本においてあまりにもマルカム X に対する評価が低い、これはだからアメリカのメディアをそのまま受け入れて日本のメディアが、だけど私はもっとマルカム X のことを知ってもらいたいと思ってこの岩波新書を書いたんですけれども、決して彼は決して過激な行動を起こしたことは一度もありません。言葉は過激です。言葉は過激で、ちょっとなんて言ったらいいんでしょうね、天才的に言葉遣いができるし早口だし、ね、すごいんですよ。ところが彼は、小学校第8学年までしか行ってないんですね。それで白人女性と窃盗に入ったら、白人女性は3ヶ月で牢屋から出されるんですけど、彼は7年黒人であるから押し止め、その間に彼は猛勉強するんですね。それでもうとにかく彼はその服役した時代が自分の大学だったって言ってるんですけど、それでこうアメリカ その刑務所制度っていうのも面白いと思うんですけど、刑務所の囚人 その優秀な人とハーバード大学の、弁論部の学生と討論させたりするときに必ずマルカム X が出て行って討論する。でマルカム X はアメリカで受け入れられているか、受け入れられていません。なぜかというと彼はキリスト教徒ではないから。それでネーション・オブ・イスラームというのはイスラーム、本物のイスラムって言ったらおかしいんですけど、からすればイスラムって、信仰宗教団体と考えればいいかと思うんです。ところがそのネーション・オブ・イスラムと、マルカム X は1964年に決裂します。で彼はその時にメッカ巡礼をして向こう のイスラム教徒たちと出会うわけですね。それと考えをガラッと変えていって、この黒人問題というのは結局人権問題なんだと、それで人権問題として解決していこう、それには人権問題であるから国連にこれを提訴しようとするんですが、でアフリカに行ってアフリカのそういった活動家たちと話しているときは自分もそれと同じ考えだと言うんですが、各アメリカ諸国、そんなエジプトにしろ、何にしろ、彼らはアメリカ政府から補助金をもらってるわけですね。援助されている国々だったわけです。まだ発展途上ですから。そういった国々というか、いざ国連に出そうとすると、提訴しようとすると、もちろんマルカム X に協力してくれる人はいなくなって、結局国連に提訴することはできる。でも彼はこれを黒人差別の問題を人権の問題として捉えようとしていったわけなんです。ところが1964年に先ほどそのキングとマルコム X の写真をお見せしましたけど、翌年の2月、1965年の2月に、マルコム X は暗殺されてしまいます。で68年にはキングも暗殺されてきますよね。そのような形で黒人のリーダー、たちというのが殺されていってしまったという事実があります。ありがとうございました。あと3つ質問がございまして、これで質問最後させていただきますが、はい、1つ目がですね、5本の指という比喩についてもう少し説明をお願いしますという質問です、ね、それから、日本あるいはアメリカ以外の国にも黒人差別はあるという考えですかという質問です。それから最後にさせていただきますが、人種とは考え方であり事実ではない
とあり、コニモリスの初級読本の件もしかり、レーシストは教育と世間が作るというお話でしたが、何百年もの教育によってやはり差別は現代社会に確固とした事実として存在してしまっているように思います。教育によって存在し始めた差別に対抗しうるのはやはり教育しかないんでしょうか。あるいは文学や音楽といった文化的な事柄がそれに類するものになりうるのでしょうか。この3つが質問ですけれども、よろしくお願いいたします。忘れないうちに最後の方からお答えしましょうか。文学音楽もとても大切ですよね。やはりそれによって人間みんな同じようにこう感動することができる、これが基本なんだと思うんですね。だから文学の役割も、そうだと思います。でさっき風友イサリングの映画が批判されているということがありましたけど、文学を通して文学を読んで私たちは19世紀のアメリカ南部の農園社会がどういうものであったか、そこでどういう人たちが本当に生きていたのか、これは歴史読本だとか文化論では読み取れないんですね。やっぱり人間の動き、人間の心の動きというのを表現するのが文学だと思います。だからそれに対して自分が批判的になるのか、ある作品に対してですね、批判的になるのかならないのか、それはやはり自分で読書を積んで自分の考えというものをしっかり持っていくことが必要だと思うんですね。やはり教育っていうのはとても大切で、私はオバマが、まさか大統領になるとは思わなかったんですね。で、いろんな理由があるんですけど、オバマは実はアメリカの黒人ではないと私は言う。父親はケニア人でしたよね。だから彼の、祖先で奴隷制度を体験した人はいなかったわけですね。ですからそういう意味で、ミシェル奥さんの方はもう典型的なアフリカ、アメリカの黒人であったわけですけれども、先祖が奴隷であった。でしかもシカゴのサウスサイドという貧乏なスラム街に住んでいたというような状況があったわけなんですけれども、オバマは、そういう意味ではアメリカの白人たちにとって受け入れやすかったところがあるんですね。もともとのアフリカ、アメリカではないから。プラス、そのなぜオバマが当選したか、私は絶対しないだろうと思ってたんですけれども、したのかというと、実はトニ・モリスンもその前まではオバマが出現する立候補する前まではヒラリー・クリントンを応援してたんですが、やはりオバマが立候補した時にここで初めてアフリカ・アメリカンが大統領になるチャンスがあると考えたらしくって、トニ・モリスンはオバマ支持を1月に手紙で書いて表明するんですけれども、そのオバマが当選した、それにはやはり教育があったと思うんですね。でそれは何かというと、先ほどこの、配布資料の、1ページ目に挙げてある1950年代60年代のいろんな運動出来事ですね。これは最高裁判決によって、黒人の学校と白人の学校を別々にしてはいけない、分離すれども平等なんてことはありえなくて統合校にならなければいけないという判決が出て、その結果、例えばそのリトルロック、この高校、そのアーカンソーのこのセントラル高校っていうのは有名校だった、そこ普通の公立高校ですが、そこに本当に受け入れられるかどうかっていう実験をするんですね。それで、大変なことだったんです。この9人の学生がそこに入っていくんですけれども、周辺に守られながらも入っていった。それが未だにでも白人たちからこう野次を、凄まじい野次を受けて、もうそれが未だにトラウマになっているという9人のうちの1人のエリザベスという学生がいるんですけど、その人はそういうふうに言ってますね。でこのようにその教育が変わっていった。でオバマの頃はですね、1960年代の後半、公民権法が成立した後ですね、どういうことが起きたか。アメリカはベトナム戦争で非常に社会が不安定になっていた時代です。反体制、ヒッピーたちが出ていった時代で、反体制の力が起きて声が大きくなっていった時代なんですけど、その頃一つの、教育改革としてブラックスタディーズ、黒人研究というのを大学でも置くようになっていくんですね。で黒人研究によって、その黒人にも文化があるんだということを初めて知った白人たち、あるいはその、さっき言ったこの、小学校レベルの教育、小学校に
はその白人黒人で分けてはいけないという判決が出て、小学校6年生の時代から、ごめんなさい、6歳の頃から教室を同じくしてるんですね。そのようにそのなんて言うでしょうね、身体的に接近している白人と黒人が、そういう状況というのは、南部の小学校ではなかったわけですから、子どもの頃から6歳ぐらいからもう遊び仲間として白人と黒人と一緒に交わっていると、やはり感性的にその感情的にあんまり違和感を持たなくなるということはあると思うんですね。そういう意味で本当に教育は大切で、今の日本でもちょっと教育が大切だなと思うことがよくあるんですけれども、それから5本の指の話はですね、ブカティ・ワシントンですね、彼は19世紀の後半から20世紀1915年まで、黒人運動の指導者になった人なんですけれども、その頃はまだ奴隷であった過去っていうのが間近だったわけですよね。そういった奴隷とは人間とみなされていませんでしたから、白人が共存するなんてことは、共生するなんてことはありえないと考えられていたわけです。ですから基本的にこの手のひらっていうのはアメリカ大陸と考えればいいと思うんですけど、大陸の中では一緒にいるんだけど、でも実際の生活では5本の指のように離れ離れになってしまっているということなんですね。でこれはですね、共生できないっていう考え方はですね、実は先ほどスト夫人のアンクルトムの小屋の話が出ましたけれども、あれによって確かに奴隷制度は人道的ではないという考え方がだいぶ浸透していったということはあるのですが、じゃあスト夫人は共生を考えていたかというと、19世紀の半ばから後半ですけれども、共生は無理だと考えているんですね。で彼女はアンクルトムの小屋で何を言おうとしたのか、43章ぐらいから読むといいと思うんですけれども、そこで彼女が言ってるのは何かというと、若い、それこそムラートですね、混血の、だから白人がもう受け入れやすい若い青年が逃亡をドルでカナダに逃げていって、そこで教育を受けて大学を出て、そして立派なクリスチャンになったんですね。でその彼に最後の方で宣言させて、何の宣言させて、自分の父親は白人だけど自分は黒人である母親との方に共感を覚えると、だから自分はこれからこの勉強したことを持ってアフリカに戻っていくんだと、そしてアフリカの人々の門を開くんだと、啓蒙するんだと、そういうことを宣言させている、あれはそういう宣言の書なんですね。黒人はアメリカ社会の中で一緒に暮らすことはできないと、ストーブ人のような知識人も当時は思っていたわけですね。ですからもっと一般の人々は、白人たちはもっとそれの思いが強かったであろうと思います。でストーブ人の一つの教育者としての意識は何かというと、解放された奴隷を全部そのニューイングランドの方に持っていって連れてきて、そこで1年間キリスト教徒として勉強させる、教育する、そしてその教育を持ってアフリカに送ろうという考えがあそこではっきり出てるんですね、43章ということでよろしいでしょうか。もう一つありましたっけ。日本にも黒人差別はあると、皆さん考えますよね。差別は誰もが持っている。人間である以上、個別化、区別化というのは一つの差別ですから、人間というのはやっぱり自分自身が一番大切なわけですね。で他人というのは別の存在、異質の存在であるはずなんです。それが同じに日本人であろうと、同じ東京に住む人であろうと、どこに住む人であろうと、家族の中だって異質感を感じることよくあると思いますから、そういう意味で違いはあるんですよね。だけども私たちは何をしなければいけないのか、やはり教育によっていかに、自分の感情を豊かにし、考え方を広く持つようにし、価値観、他人の価値観も認められる寛大さを持つようになる、それやっぱり自分で学びなんですよね、というふうに私は考えております。
原先生、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は本当に広範囲な話ですね、歴史的にも、それから広がりの面でも、とても2時間という枠では収まりきれない話だと思います。また、野田先生も非常に包括的なコメントをしていただいて、本当は一言いただきたいんですけれども、言いながらも時間になりましたので、ここでセミナーとしては終わりに終了させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、次回のセミナーについてお知らせをいたします。次回は11月25日になります。運動から見たブラックライブズマター運動として、ブラックライブズマター運動として、題してですね、本学の岩崎稔先生と友常勉先生のお二人にお話しいただきます。なおですね、参加者アンケートをご用意しておりますので、ご協力よろしくお願いいたします。今、チャットの方に入っておりますけれども、ここからアクセスしていただければ、アンケートを上の方に行きますので、よろしくお願いいたします。それでは、これで本日のセミナーを終了いたします。ご参加ありがとうございました。次回のセミナーでもお目にかかりますことを楽しみにしております。どうもありがとうございました。